ウイランチョへようこそ。実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやっていきます。じゃあこの怪しい選択肢のまだ過ごすやってみますか。ナウローディング、一泊はいいみたいなこと書いてあったんですよね、あのゲームの概要欄に。一泊以上行っちゃうと、一泊以上は行かない方がいいみたいな、なんか知らなくてもいいことがあるみたいな。私たちは再びホテルニューウイランの前へとやってきた。3時を過ぎたからか、大通りの店先には明かりが灯り、観光客の姿もちらほら見える。併設されているスーパーウイランにも、ウイラインかなにも数名の観光客グループが入っていく。ここがすげえぞ。このスパだけでウイラン中の源泉が体験できるからな。すごいな。街の人もよく利用してますよ。一部無料で入れたりするんです。あ、いやいや、そうなんだ。確かになんか温泉街って足湯とか無料で使えたりするもんね。そうなんだ。なんかいいね、そういうの。ヒカルさんもここに住んじゃう？なんてな。うん、考えてみようかな。え？ほんと？いつでも大歓迎するよ。その時はよろしくね。うん。すごい思い切った人だな。そうだね。こんな、まあね、こういう思い出って一生ものだったりするけど、こういう思い出は思い出で終わらせときたいみたいなとこあるけどね、いざここに住んでしまったら、こんな仲良くなった奴らの悪いとこを見えたりして嫌な感じになったりするんじゃねえかみたいな、あったりするもんね。そんな会話をしつつ、私たちは受付で入棟手続きを済ませた。タオルと館内着を受け取り、ロビーを抜け脱衣所へと続く廊下へ、廊下を歩く。磨き抜かれたフローリングが靴下越しの足に心地いい。そんなんわかります？よし、俺一番風呂。ってことは主人公も女の人なのか、男かと思ってた。もうとっくに他の人入ってると思うよ。二人は女湯ののれんをくぐっていった。さて私は、あーそっか、なんかこのゲームは多分前回説明してなかったと思うんですけど、自分が選ぶ選択肢によって、なんか設定が細かく変わっていくみたいな。旅館に泊まるかホテルで泊まるかもそうだったと思うんですけど。だから男か女も自分で決めれたりするのかな。じゃあ女湯行っちゃおう。私も女なのだから当然女湯に向かう。紅色の絞り染めののれんをくぐり脱衣所に入る。ヒカルさん、こっちこっち。もう翼慌てなくても大丈夫だよ。脱衣所で手早く汗ばんだ洋服を脱ぎ、浴場へとつながる扉を開いた。湯気の熱気がもわっと流れ込み、かすかに硫黄の匂いが鼻をくすぐる。ほんのり暗めの照明が照らす浴場には、大小様々なバラエティに富んだ浴槽が並んでいた。熱湯、ぬる湯、ジャグジーに薬湯、露天に続く扉もある。外には壺湯とか寝湯、座り湯もあるぜ。すごいね。全然聞いたことねえわ。ま、おすすめは大露天だけどね。たくさんあるな。広々とした洗い場で3人並んで丁寧に体を洗っていく。一通り流し終え、みんなで露天へ向かった。扉を開けると広々とした温泉が姿を現す。並べられた不揃いな大きな石に囲まれ、溢れんばかりのお湯が湯気を立てている。二人に習い、掛け湯をしてからそっと温泉に身を沈めた。あ、やった。ああ、気持ちいい。あるんだ、温泉のイラスト。熱すぎない温度のお湯が全身をじんわり温める。歩き通しで疲れた足裏やふくらはぎ、全身の疲労がお湯に溶け出していくようだ。だろ？ウイランの湯は万病に効くからな。俺大好き。私も毎日浸かれば冷え性も治るしね。いいな、私も毎日浸かりたい。この辺家賃いくら？あ、車は必須か。いやもう本当に住むつもりじゃん。本当に住みそうな勢いだな、ヒカルさん。あの、くれぐれも慎重に考えてくださいね。そうだよね。二人の少し困惑した声もよそに、私は真面目に引っ越しプランを練るのだった。え、本当に引っ越してきたのってなるもんね、こいつら的にも。しばらく温泉を堪能してから私たちはスーパーを後にした。なんだ、新しいやつ来た。個性100好きみたいな。こんばんは皆さん、お揃いですね。
なんだお前らも来てたのか。建物から出るとアモンともう一人見知らぬ男性と鉢合わせた。アモン、オセだった。オセ先生。こちらの方は。俺たちの担任、オセ氷介先生。全然違ったわ。文校の先生だよ。どうも、ご紹介に預かりましたオセ氷介と申します。ウイラン一の頭脳の持ち主。以後お見知りおきよ。そんなん自分で言うなよ。ひどい顔してるぞ。相手にしなくていいぞ。こいつの発言いちいちまともに聞く価値ねえから。釣れないですね、詐欺岡くん。そんなんじゃ生ビールおごってあげませんよ。学生だろ。それが教師の言うことか。俺はまだ18だけど。普段好き勝手飲んでるくせに何遠慮してるんですか。子供は大人に甘えるものですよ。そっか、田舎特有のこういうのガバガバなとこあるもんね、多分。さすが田舎、こういうところはガバガバだ。あはは、俺も一緒に飲みたい。翼ちゃんはさすがに早いんじゃないかな。いいですよ、若いうちから味を覚えた方が後々役立ちますからね。この人本当に教師か。冗談は置いといて、ヒカルさん、そろそろ晩ご飯の時間じゃね。と、そうだな、そろそろどこの宿も飯の時間になるはずだ。セーガーさんも戻った方がいいぜ。あ、本当だ。じゃあ今日はこの辺でお開きかな。おや残念。私はまだ彼女と親睦を深めていないのですが。いやいいわ、仲良くなりたくないタイプだわ。深めなくていいわ。とっとと団のところに行って構ってもらえ。そうしますか。それでは皆さんさようなら。あ、先生とダンさんは幼馴染なんです。すごく仲良しなんです。あ、そうなんだ。ダンさんはあれなんだ。あ、そうか、ダンさんって小料理屋の人か。ダンが振り回されているだけにしか見えねえがな。さて、じゃあ俺たちも帰るか。ヒカルさん、また明日遊んでくれる？うん、いいよ。今日はみんなありがとね。よっしゃ、じゃあ明日は学校終わったらみんなうちに集合。それじゃあまたな、ヒカルさん。おやすみなさい。まあゆっくりしてけよ。三人が帰っていくのを見送り、私も自分の宿へと向かった。それから夕食を食べ終え、ゴロゴロすること数刻。ああ、ダメだ、落ち着かない。いても立ってもいられず飛び起きる。文明の利器スマートフォンのあるリベンナー生活に慣れてしまった身は、空き時間の暇の潰し方をすっかり忘れていた。そうだね。そっか、スマホないと結構時間も長く感じるのかな。わかんないけど。だらだら動画や通販サイトを見て適当にゲームをやって、今までは誰かと一緒だったから平気だったが、一人になってやることがなくなった瞬間、手持ち無沙汰が気になってしまう。そっか、一人の時はスマホとか見るかな。でもこういう旅館ってなんか映画とか見れたりしないのかな。寝酒でも買いに行こう。適当にまとった浴衣を脱ぎ、新しい服に着替えた私は宿を抜け出すのだった。なんか今日やんわり甘噛みしてんな。めっちゃお酒がいっぱい並んでる。夜の温泉街は物静かだった。店の明かりもまばらになり、街灯と宿の入り口が暗がりの中オレンジ色に浮かび上がる。田舎の小さな温泉街、24時間営業のコンビニなどもちろんない。もうどこもやってないのではと不安になったその時、キラギラと光る店を見つける。少し錆びた看板には不夜酒店の文字。なんと読むのだろう、本当にね。あら、いらっしゃい。色っぽいお姉さん出てきた。色っぽいお姉さん出てきたね。店に入るとレジカウンターの奥に座る女性がこちらに微笑みかけてきた。あなた、瀬川ひかるさんね。今日一日大変だったでしょ。なんで知ってんの、私のこと。え、なんで私の名前。田舎だからね、情報が早いのよ。翼ちゃんたちはうちの常連さんだし。常連なの？お酒とタバコなのに。いけないことなんてするとすぐに広まっちゃうわ。めっちゃ近づいてくるじゃん。彼女はカウンター越しに身を乗り出した。吐息がかかるほどの距離。目と鼻の先に妖艶な相棒が迫り、思わず息を呑む。え、あの、なんだこの女。例えばこうやってあなたにいたずらをしたりなんかすれば。ふわりと鼻腔をかんばしい香水がくすぐる。長いまつげの奥、潤んだ瞳が私を捉えて離さない。どういう展開。ゆっくりと彼女の唇が私の唇に。何やってるんだ貴様。すんでのところでアスカさんの怒号が店内に響いた。振り返ると、いまいましげな視線を女性に向けた彼が仁王立ちしている。あ、オーナーさん。え、こいつ、こんなこともやってんの？手広くやってんな。
ダットのごとく背後に隠れる私を一平し、彼は盛大に吐息を吐いた。そのままつかつかとカウンターへ歩み寄る。ふわたるあい、ふわたるふあゆ、ふわ、ふわたるふあむ。すごい名前だな。ふわたるふあむ。貴様という女はいつもいつも見境なく他人をたぶらかしよって。あら、アスカ君いらっしゃい。なに、嫉妬してくれてるなんてお姉さん嬉しいわ。断じて違う。俺はいつも貴様の不貞行為に迷惑してるんだ。それなのにあろうことか、町民だけではなく観光客にまで手を出すとは、不思議だろ千番。貴様には常識というものがないのか。ふふ、ごめんなさいね。ヒカルさんが可愛くてつい、あ、私可愛いんだ。あの、お二人はお知り合いなんですね。そうよ。アスカ君は未来の私の旦那様だもの。あ、そうなんだ。適当なことを抜かすな、ハレンチ女。セイガーさん騙されないでいただきたい。こいつは魔性の女だ、そうなんだ。まあ、そんな感じ出てるけどね。いつもいつも僕がいるところに出てきては、下劣な求婚を迫ってくる。欲と下心しかない悪魔だ。まあ、そっか。ホテルのオーナーだしね。金持ってそうだしね。男とあらば誰かで構わず誘惑する。男でなくても誘惑する魔女だ。すごいな。あらあら。ずいぶんな言われようね。嬉しいは嬉しいんかい。この町の人はなぜこうも謎に濃い性格をしているのだろう。土地柄？改めまして自己紹介するわ。私は、ふわ、ふわゆ、ふわむ。ここで酒屋を営んでるの。お酒といえば、ふわ、しゅてんかな。口寂しくなったらいつでもいらっしゃい。どうも、私はもう名乗らなくてもいいですよね。セイガーさん、こいつに何かされそうになったらすぐ人を呼んでください。絶対に一人では会わないように。あ、そうなんだ。そうします。それでアスカー君はどうしたのかしら？私が恋しくなった？寄るな、触るな、くっつくな。僕が注文していた地酒を取りに来ただけだ。わーわーわめくアスカさんと、それにつきまとうフアムさん。なんだか一気に疲れた気がする。そうだ、セイガーさん。スマホの件ですが、バス会社の事務所に保管されているそうですよ。今日はもう遅いですし、明日取りに行かれては。あ、そっか。昨日とか帰ってたらスマホってどうなってたんだろう。本当ですか？よかった。ありがとうございます。あ、バスの中に置き忘れちゃったってやつね。そんなことまで広まってるんですか？なんで貴様が知っているんだ？それなら明日朝一で私が送ってあげるわ。あ、ありがとう。なんでそうなる？あら。ここから最寄りの事務所までだいぶかかるわよ。バスの本数も数時間に一本。タクシーなんて呼ぼうものならすごい金額取られちゃうわ。私が送った方が早いでしょ。あ、送ってもらおうかな。観光客を貴様のようなアバズレと二人きりで車に乗せられるわけないだろ。ならあなたも来ればいいじゃない。そうね。そうしましょう。それがいいわ。あ、そうしようよ。三人でドライブしようぜ。明日の朝、朝食が終わったら店の前にいらっしゃい。大丈夫。お姉さんこう見えて乗りこなすのはうまいのよ。何を？おい、勝手に。決まりね。どうせあなたも明日、非番だしいいじゃない。なんで知ってんの？ドライブ楽しみましょう。なんで貴様が僕の勤務日程を知っているんだ？口を挟む隙がない。あれよあれよという間に段取りは決められる。結局満面の笑みのフアムさんに送り出され、私は寝酒を片手に宿へと帰ったのだった。あ、でもありがたいことだよね。誰がさ、プレイリストを作る？二日目。宿の豪華な朝食を食べ終え、身支度を整える。待ち合わせ場所で赤いオープンカーの横に佇むフアムさんと、半ば強制的に助手席へ押し込まれているアスカさんと共に、バス事務所へと向かった。赤いオープンカーすごいな。僕の貴重な時間が。風が気持ちいいわね。この辺りは山が多くて空気が澄んでいるから、ヒカルさんもいっぱい深呼吸するといいわ。窓の外はまだ青々と緑が生い茂る山々が流れていく。遠くまで見渡せる澄んだ空。確かに空気が美味しい。事務所は隣の悪役市にあるの。今は市内に向かってるけど、山の方に行けば境内や滝も見れるわよ。悪役市ってすごい名前だね。どか一個にも新鮮じゃないかしら。貴様と共に山中へ赴くなぞ。死んでもごめんだがな。あはは。そうだ、何か音楽とかかけましょうか。好きなジャンルはある？フアムさんがカーステレオのスイッチを入れる。か月前の都内連続殺人事件の続報です。どうやらラジオに設定されていたようで、スピーカーから淡々とした男性の声が流れ出した。
被害者は都内の大学に通う20歳の女性で、自宅付近の河川敷で遺体となって発見されました。今までの被害者同様、両足首に鋭利な刃物による傷があることから、同一犯の犯行とみられています。被害者の数はこれで4人目となり、捜査本部は早急な解決を。全く物騒な話だな、気がめいる。ほう。アスカさんが眉を潜めてつぶやいた。ここ半年都内では猟奇連続殺人が起こっていた。怖っ。犯人は必ず被害者の両足首を切り取ってから殺すらしい。怖っ。すぐに捜査本部が立ち上げられ、懸命な捜査が続けられているが、未だに犯人像は不明。正確な犯行動機や手がかり、足取りもつかめぬまま、静かに被害だけが増えていく様子に、都内の空気は自然と殺気だったものになっていた。私が犯人じゃん、こんな。ほんと早く捕まってくれるといいんですけど。これ以上被害が出ないことを祈りましょう。さ、何聞きたい？フアムさんがすぐにステレオを切り替え、アナウンサーの声はプツリと途切れた。流れ始めたジャズサウンドを耳に、私は空を見上げた。ジャズいいね。無事スマホを取り戻し、フアムさんに宿まで送ってもらう。今日は夕方に翼たちとの待ち合わせがあるが、それまでどこか散策しようかな。え、選べんの？俺が？わ、結構いろんなとこ行けるな。え、どこ行こう？あ、でもいろんなところって言ってもここも行けんのか？なんだここ。お車でお越しの際は、悪役有料駐車場をご利用ください。駐車場からホテルニューウイラン前まで無料で送迎バスをご利用ください。あ、あるよね、こういうの。ウイラン文庫。どこ行こう？あ、この名前があるところに行けるわけではない。どこ行こう？黄昏やん。黄昏やん。あ、ロマンドで飯でも食っておくか。あ、スーパー行こう。スーパーニューウイラン。さすがウイラン全域の温泉を網羅してるだけあって、観光客の姿もちらほら見える。やっぱ温泉街に来たんだから温泉に入りたいよね。私は意気揚々と入館した。温泉の水音だけ聞こえる。すっかり温泉を堪能してしまった。いや、いいことでしょう。あ、まだいろんなとこ行けんだ。あ、じゃあここは何？コツチ川。な、BGM が不穏だな。ウイランのだいぶ奥の方にある川は思っていたよりずっと大きかった。せせらぎの音が何とも耳に気持ちがいい。パンフレットによると、このコツチ川だっけ？読み方忘れちゃった。このコツチ川と、あーはーはー、なんだっけこれ、アジキ山だっけから流れるアド川は、それぞれウイランの地を分ける境目になってるようだ。確かにコツチ川の向こうは完全に山になっており、店どころか民家もありそうない。ここで迷ったら誰にも発見されそうないな。何？付箋じゃない、伏線になってる。何この BGM？ 何？滝行くか、滝。闇落ち滝。名前が物騒だな、さっきから。山肌から清水が勢いよく流れ落ちている。高さはさほどないが、見応えのある名湯だ。滝の脇には、いわれを書いた木の看板が立っている。何何？病を落とす滝、すなわち厄落ち滝だっけ。この滝の水を一口飲めば内臓の病が、体に浴びれば外傷がたちまち治ると言われている。すご。ああ、このなんかこういうのいっぱいあるもんね。温泉とかにもよくある。なるほど、それでこの名前か。厄落ち滝。しかしこの地域ほんと変わった名前が多いな。そうだね。ラーメン行きたいけどな。じゃあ、味木山。アジキ山。アジキ山登山口と書かれた看板の立つ階段を登って数分。登山道と銘打ってはいるが、観光客向けに設備された緩やかなコースで登りやすい。さすが田舎の山、空気がめちゃくちゃうまい。軽い運動で程よく汗ばむ体も、涼風を感じられてむしろ心地いい。わ、なんだ？こんにちは。観光の方ですか？
こんにちは、はい、東京から。温泉以外何もない街ですが、ゆっくりしてってください。いや、こういうの都会じゃ味わえないので。アジキ山は中腹ぐらいまでは道も険しくないんで楽に登れると思いますよ。ああ、でもたまにヒグマやイノシシが出るから道からそれないように気をつけてくださいね。おお、さすが田舎。肝に銘じておきます。ま、ヒグマが出ても伊蔵さんなら軽くひねっちゃいますがね。そんな強えの、お父さん。ヒグマ殺しの伊蔵の名は伊達じゃないからな。怖っ。は、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 怖お前ら。ヒグマ殺し。まあ、なんか、あるもんね、たまに。BGM。ここ行くか、クロサギ館。クロサギ館。文化財にも登録されているという旅館。歴史的価値が深いだけある。改めてじっくり見ると、重厚なのに繊細な木造の装飾が素晴らしい。いや。あ、こんにちは。で、アモくん、学校は？ああ、寝坊したからさ、おった。市内までのバス一回逃したら終わりだからさ。あ、そっか。まあ、しょうがないよね。いや、しょうがないとは言えない。やっぱしょうがないか。しょうがない、しょうがない。だって、朝も早いもんね、絶対。朝6時に起きたらもう間に合わないとかだったらもうきついもんね。なるほど。翼たちはまだ学校だから、今日はあんたもゆっくり過ごせるぜ。うん、ありがとう。ね、アモンくんは、アモンくん的クロサギ館のおすすめスポットって何かな？え、なんだ急に。そういえばアモンくんから街のガイドしてもらってないなっていう欲張りだな。いや、俺そういうキャラじゃねえから。紹介なら翼が詳しくしてくれるだろう。別にわざわざ俺に頼まなくても。アモンくん実は結構照れや。ば、そんなんじゃねえよ。ほら、観光ならもっと別のところあるだろう。滝とか神社とか景色いいぞ。そこ行ってこい。なんだあいつ、追い払われてしまった。複雑な年頃なのかな。じゃあこっからこうやって歩いてって、黄昏庵行こう。お菓子屋さんだっけ。黄昏庵。今は日中だから時の姿はない。あら、いらっしゃい。こんにちは。時から聞いてるわよ。あなたが清川さんね。遠いところからわざわざどうもね。さすが田舎、ローカルな情報が早い。そうだこれ、よかったら試食してって。今度新しくうちで出すお菓子、ほうじ茶ホイップミルクチョコレートフルーツクリームあんじゅ、すごい詰め込んでんな。おお、果てしない名前。特産の栗と季節のフルーツを使ったおまんじゅうでね、 SNS 映えってやつを取り入れてみたのよ。確かに要塞みたいな見た目のおまんじゅうですね。話題にはなりそう。外の人にも食べてもらえる味になってるかしら。いただきます。あ、美味しい。本当？よかったわ。次のブームはこのほうじ茶まんじゅうで決まりね。ほうじ茶まんじゅうなんだ名前。だいぶ略しましたね。せめて栗は入れてあげてほしい。なんだこのやりとり、なんだこのやりとり。ホテルニューウイラン行くか。全部行けんのかな。ホテルニューウイラン。おや、セイガーさんどうも。オーナーさんこんにち。なにこいつ、プキュグリ豚。ああ失礼、グリーンブルースティーの餌の時間だったので。そんな名前なの、グリ。うちで飼ってるマイクロ豚です。おーしくって凛々しくて賢い子ですよ、僕のように。そうなの。グリーンブルースティー、挨拶しなさい。すごい名前だな、グリーンブルースティー。ほら挨拶、お前それ言いたいばっかだな。グリ、グリちゃん挨拶。ブゴ、あ、グリちゃんってお前いつも呼んでんのかよ。よしよしよし、偉いぞグリーンブルースティー。さすが素晴らしい飼い主に育てられているだけはある。プギュ、かわいいですねグリちゃん。グリーンブルスティーです。グリーンブルスティーちゃん、マイクロ豚のいるホテル、朝のニュースで取り上げられそうだな。なんだこのほのぼのした会話は。じゃあ、あと行ってないのといえば、あ、神社も行ってないか。まあ、神社一応最後に行くとして、ロマン堂で飯でも食うか。なんかあるダンさん。ロマンド、渋 BGM。らっしゃい。ああ、あんたか。ああ、セイガーさんどうも。こんにちは。なんで先生が。ずいぶん酔ってらっしゃるようですが。昼休みなんでね。せっかくだからちょっと一杯引っ掛けようかなって。そうなの。だって、あいつ、バス一個逃したら、学校に全然行けねえって言ってんの、お前は来れんのかよ。ほら、タリオちゃん、酒のお借り持って、来いよ。お前真面目に教員免許を返上して来いよ。
あとそのタリオちゃんってのはやめろ。お前が言うからガキどもが真似するんだろ。ああ、タリオちゃんはタリオちゃんだろがい。ねえ、セイガワさんは変な酔い方してんな、お前。この人酔うとうざがらみするタイプなんだ。ああ、お前もいんの。仲間外れにしないでちょうだい。私もいるわよ。フワムさん。お店暇だし遊びに来ちゃった。やっぱり酒は売るより飲むに限るわね。お昼から男と飲む酒美味しいわ。ふふ、素敵な女性との酒盛りは時間を問わず最高ですね。何お前ら、お似合いだな。あらやだ、先生ったらお上手。セイガーさんもご一緒にどうですか？おごりますよ、ダリオちゃんが。頼むから二人とも帰ってくんねえかな。あ、お疲れ様です。こりゃ飲みづれえわ。やっぱ美味しそうな店でもなんか常連客が陣取ってなんか独特な空気感出してるところって言いづらいもんね。割物神社。境内では金槌を持った伊蔵さんが難しい顔をしている。これはどうも。こんにちは、日曜大工ですか？いえ、何度の扉の立て付けが悪くなっていたので。ああ、修理されてるんです。しようとしたらへし折ってしまいまして、すごい力の持ち主だな。さすが熊殺しの伊蔵だな。扉を？はい。なので扉の補修をしているのですが、釘を打つたびに悪化してしまい。わあ、すごい。昨日の扉がほとんど木片になってる。これはもう扉じゃなくてゴミ。どうしたものか。おとなしく業者の方に依頼した方がいいと思いますよ。うん。検討します。なんだこのやりとりは。あ、もう全部行ったけどな。アド川とか行けんのか。アド池とか。え、どこ行けばいいの？じゃあ次。滝も行ったでしょ。2階どっか行くみたいなくだりあんのか。まあじゃあ、もう一回この、先ほど行った。え、だって全部行ってない？こうなってくると。え、全部行ったよな。行ってないとこどこだ？あ、なんか、観光終わるみたいなボタンあったりすんのか。先ほど言ったよな。全部言ったよな。あ、バックっての押すと。おっと、もうこんな時間だ。そろそろ待ち合わせ場所に向かう。あ、そういうのができたんだ。翼たちとの待ち合わせの時間。割物神社の鳥居の下でぼんやり時間を潰していると、見知らぬ女の子が現れた。また新しい子か。小学生だろうか。まだ10歳にも満たないくらいに見える彼女はじっと私の顔を見つめている。また読めなさそうな感じの女の子来たわ。リリンみたいな。こんにちは。君は地元の子？そうよ。あなたは瀬川光でしょ？え、なんで知ってるの？翼が言ってたわ。今日の集まりにあんたも呼んだって。ああ、君は翼ちゃんのお友達かな？ええ、彼女はクラスメイト。え、同じ年なの？私はリリン、ヨスガラ、リリン。私はリリン、ヨスガラリリン。あ、この名前の言い方ね。劇団一人システムね。クラスメイト。リリンちゃんは小学生じゃないのか。ウイラン文校は生徒が少ないから小学1年生から中学3年生までみんな同じクラスなの。あ、そうなんだ。それに子供扱いはやめてちょうだい。私も一人前の立派なレディーだわ。かわいいな、この子。なるほど。ツンと澄ましてそっぽを向くリリン。年頃の少女にある大人ぶりたい時期なのだろう。翼ちゃんたちは一緒じゃないの？今日は翼とトキが掃除当番だから私は一人で先に来たの。みんなそのうち来る。あ、リリンは私の背後に何かを見つけるとそちらへと、いそういそと走り寄った。伊蔵おじちゃん。リリンちゃん、それにセイガーさんも。どうも。こんにちは、おじさん。遊びに来たわ。好きなの？伊蔵おじさんのことが。いらっしゃい。翼はまだ帰ってないけど、上がっていくかい？うん、お邪魔するの。セイガーさんもよろしければいかがですか？お茶ぐらいなら出せますが。なんだこの顔？なんだこの顔？あ、私だけじゃないんだ、みたいなこと？なんだろう。リリンちゃんからものすごい無言の圧を感じる。せっかくですが遠慮しておきます。ちょっと外の風に当たりたい気分なので。おや、そうですか。あ、嬉しそうにしてる。お、何やら満足そうだ。社務所にいるので何かあればおっしゃってください。それじゃあリリンちゃんおいで。参りましょう。
伊蔵さんに手を引かれていくリリンちゃん。はためにものすごく嬉しそうなのがよくわかる。好きなのかな？青春だな。青春かな？なんだ？よし、全員集まったな。神社の大広間。扉を閉め切った薄暗い室内に、翼トキアモン、リリン、アスカさん、フワムさん、それに私の7人が集合している。そうなの？アスカさんもフワムさんも来たの？畳の上にはもう、畳の上にはチロチロと燃える人数分のろうそく。あ、怖い話でもすんの？ウイラン町ホラーナイト開催！明るいな。どんどんバフバフ。やんややんや。なぜ僕まで？なんでお前来たの本当に？ルールは簡単。一人ずつ階段を離していく。1話終わるごとに目の前のろうそくを吹き消すこと。怖そう。つまり100物語。そういうこと。でもこの人数で100話は難しいんじゃねえか。全員で1話ずつ話して一巡したら終わりにしましょうか。ヒカルさん怖い話は得意。苦手だわ。嫌いじゃないですよ。まあでもこうやってみんなで集まった時の怖い話はそんな怖くないもん。くだらん。なぜこんな子供騙しに僕が付き合わねばならんのだ。一人不機嫌そうなアスカさんをよそに、翼が神妙な顔をして声を潜める。始めんの？もう。じゃあまず俺から話すぞ。これは願いを叶える神様、チカイナ様の噂。チカイナ様。アジキ山のどこかに朽ちかけた小さな神社がある。午前0時、そこに一人で訪れ願い事を唱えれば、チカイナ様がそれを叶えてくれるという。チカイナ様、チカイナ様で合ってるよね。は人間が好きなので、人間の望みはどんなものでも聞き入れてくれるんだ。ただし代償と引き換えにな。誓いの様が現れるとき、鈴みたいな高い音が遠くから徐々に近づいてくる。その音で、誓いな、と判断するから誓いな様。あ、そうなんだ。必ず代償を払うと誓いなさい、と念を押すから誓いな様、だとも言われている。誓いな様に会ったとき、破っちゃいけないルールが三つある。一つ目、必ず何か願い事を言うこと。二つ目、代償を忘れないこと。何代償って。三つ目、誓いな様の顔を見てはいけない。これを破ったら誓いな様に食われてしまうからな。あ、そうそう、一つ言い忘れてた。この話を聞いた奴のところには、その晩誓いな様が来るんだって最悪な話だ、これ。お前の魂を食いにな。わあ、あ、これ、お前の魂を食いにな、みたいな。あそこ、お前だシステムの怖い話だね。うるせえな。やめろやめろ。そういうの聞くと伝染する系の話を前も気もなく聞かせるんじゃない。そうだよね。聞くと伝染する系を先に言ってよ。これ聞くと伝染する系だけど、ちゃんと聞くみたいな。無差別テロと同じだぞ。貴様に常識はないのか。怖い話に常識を求めるのはナンセンスよ。というか話が矛盾してるわ。山奥の神社に行かなきゃ会えないはずなのに、いつの間にか訪問型になってるじゃない。確かにね。最後の展開は完全に後付けだわ。ああ、アスカ君ビビりすぎ。丸越さんもしかして怖い話苦手？違う。断じてそうではない。断じて。引かれてる。そうよね。こんな子供騙しに怯えるあなたじゃないわよね。と当然だ。僕を見くびるな。おー、なら次は俺が行くぜ。子供騙しだもんな。怖くねえよな。ああ、いいとも、存分に話したまえよ、アモン君。じゃあ遠慮なく。アジキ山の向こうにある、廃集落の話、知ってるか？今でこそ荒れ果てちゃっているが、もともとは小さな町だった。つっても、味方を、三方を山に囲まれた陸の小島、里から隔絶された閉じた土地。その町はある日、一夜にして壊滅した。町にいた一人が正気を失って家族や近隣住民を殺して回ったんだ。犯人はそのまま崖から身を投げて死亡。以来無人になった町では殺された者たちが無念と恨みを抱いて夜な夜なさまよい歩いているという。さてお前ら、今日の夜は気をつけろ。
この話を聞いた奴はその日、この集落、この廃集落の夢を見るんだ。そこでは殺された亡者たちが追いかけてくるが絶対に捕まるなよ。もし捕まったら、そのままあの世に連れてかれちまうからな。ギャーな、ば、な、ば、ば、バカ。バナナ。聞くと来る系の話を2連続で出すやつがあるか本当だよね。構成がちょっとダメだわ。なんだ貴様ら、常識だけじゃなくて人の心もないのか。そうだよ、だから今日の夜、今晩は忙しくなっちゃいますね、僕ら。階段だからそもそも元凶人間じゃないし。ふふ、ムキになっちゃって可愛いわね。とにかく、もう聞いたら系は禁止だ。それ以外の話にしろ。でも聞いたら系しか用意してないかもよ。お前が話すの。わかったわ。同じパターンばかりじゃ聞き手も飽きちゃうものね。エンターテイナー。じゃあ次は私。これは実際にある建物の話。実はもうやめろ。ちょっと黙ってるお前。うわ、顔怖っ。リリンちゃんの顔が一番怖い。都内にある一つのアパート。増改築を繰り返しとても歪な形をしたその建物は事故物件ばかりなのよ。なぜか事故や自殺、殺人事件が後を絶たない呪われた場所。ある時一人の女性記者がアパートの秘密を探るべく調査に乗り出した。彼女は実際にそこの部屋に住んで、その土地にまつわる話を集め続けたわ。でもそこで暮らす間ずっと奇妙な出来事が続いたの。自殺した管理人が生き返ったり、物置小屋に佇む真っ黒な女性の影を見たり、そして彼女は最後、自室で心臓麻痺を起こして死んでしまう。死の間際、どんな恐ろしいものを見たのかしら。ミイラのように痩せ焦げた彼女の頭は真っ白になっていたそうよ。あーに丸はつかねえんだよな。おい、誰かこいつの口にタオルかますとけ。もう嫌だ。こんなところいられるか。僕は家に帰らせてもらう。大丈夫か。こんな状況で一人で帰るが一番怖くないか。そのセリフ、本当に言う人いるんだ。あちゃ、アスカくん泣いちゃったの。まあまあ年上なんでしょ、このメンツの中で。この程度はまだまだ序の口よ。ここからが本番なのに。嫌だ、聞かない。聞きたくない。おい、暴れんのって。ろうそく倒れちまう。話せ、もう帰る。僕はお家に帰る。これはもう百物語どころじゃないね。それじゃあお開きにしましょうか。続きはまた後日ってことで。そうなの？いいの？僕は二度と参加しないぞ。丸越家の力をもってしてこの町に階段禁止令を刊行してやる。これぞ権力の無駄遣い。泣きわめきながらアモンとフアムさんに引きずられていくアスカさん。こうして私たちのホラーナイトは想像しく幕を閉じたのだった。まあ、でもああいう奴がいると盛り上がるけどね。すっかり薄暗くなった境内をバラバラに帰っていく。ああ、楽しかった。もっとたくさん話したかったな。あの調子じゃアスカさんは次も1話と持たないだろうね。ねえ、翼ちゃん、さっき話してた誓いなさまって、このあたりの話？うん、そうだよ。だいぶ昔の親父から聞いたし、それがどうかしたか？いや、最近東京でも似たような噂話が流行ってたからさ。よくあるテンプレートなのかもしれませんね。そこまで珍しい展開じゃないのかも、確かにね。最後の方は完全に俺の作り話だしな。だいたいこれが本当なら俺も親父も会ってないとおかしいもん。それもそうだね。そんなのに会ってたら翼、学校中に触れ回るでしょ。はは、確かに。そうだ、翼。今日はうちでご飯食べていくんだよね。おう、クソ親父のやつ、台所の給湯器ぶっ壊しやがったからな。クラッシャーだな。じゃあ私はここで、二人とも気をつけて帰ってね。またな、ヒカルさん。おやすみなさい。私は二人と別れ、宿への帰路に着いた。まさか、宿へ戻る道の途中、ぽつりぽつりと雨が降り出した。しのつく雨はザーザーと激しい音を立て、夜の静かなウイランの街を一晩中覆い続けた。雨音を子守唄に眠りに落ちる。その晩ひどく嫌な夢を見た。内容は覚えていない。
だが漠然と不安と焦燥だけが胸の奥にわだかまり、そうしてそれが正夢になったようなひどく陰鬱の朝が来た。まさか、まさかこんなことになるなんて。朝宿で目覚めた私に、翼が死んだと知らせが届いた。うわ、どういう、どういうこと。彼女は今朝、安食山の崖下から変わり果てた姿で発見された。昨晩の雨で地盤が緩んでいたところを足を滑らしたらしい。運悪く、岩に頭を打ちつけ即死だったという。日頃から、トキやアモンの家に泊まりに行くことが多かったため、帰宅していないことを父親も気にかけていなかったそうだ。駆け足で神社へ向かう私の視界に、鳥居の前に止まるパトカーと人だかりが飛び込む。様子を伺おうと近づいた瞬間、つんざくような絶叫があたりに響いた。嘘だよ、私そんなの信じない。でも最後に一緒にいたのトキちゃんじゃないの。割れんばかりの悲鳴のような声を上げ、トキが警察官につかみかかろうとしている。それを羽交い締めにして抑えるアモン。鎮痛な面持ちの先生やダンさんの姿もある。だって町の人気者だもんな。変なこと言わないで、翼が死ぬわけないじゃない。だって昨日翼元気だったもの、また明日って笑ってたもの。ね、確認して、死んだのは翼じゃないんでしょ、別の子なんでしょうね。やめろトキ、バカなこと言ってんじゃねえ。話してよアモン、あんたは翼が死んだなんて信じれるの？そんなこと信じれるの？信じたくねえよ、信じたくねえ。だけど、うわぁ、翼、いやぁ怖っ。雨粒がその場にいる全員の体を鋭く打つ。昨日までの暖かさが嘘のように空気が冷たい。私はただ唖然と、トキの悲哀に満ちた動国を聞くことしかできなかった。瀬川さん、尾瀬先生、ダンさん、その翼ちゃんは本当に？はい、先ほど伊蔵さんと救急車で病院に。まだ誰も信じられていません。彼女がこんなことになるなど。山道で足滑らすなんてあいつらしくもねえ。この山はあいつにとって庭みたいなもんだったのによ。それがなんで、なんでこんな。じゃあ、事故じゃねえのか。私たち大人も認識が甘かった。もっと子供たちの行動に敏感になるべきだった。雨の山道がどんなに危険か注意するべきだったんです。先生たちのせいじゃ。子供を守りきれねえのは俺たち大人の責任だ。熱いな。それに一番やりきれねえのは伊蔵さんだよ。翼は一人娘なんだ。あの人がどんなに可愛がってたか。くそ。すいません、瀬川さん。せっかく観光に来ていただいたのに。神社の方はしばらく無理ですが、それ以外の商業施設の運営は今まで通り通常に行われるので。いえ。それきり二人とも押し黙ってしまう。重苦しい空気が流れる。彼女の死を理解しきれてない頭と、場違いな自分の存在がいたたまれない。ちらりと子供たちの方に目を向けると、地面に崩れ落ちて泣きじゃくる時と、隣にしゃがみ込んだまま動かないアモンの姿が見えた。あの子たちも家に帰さなければ。こんな状況で時期を起こしでもしたら。バカ野郎氷介、くだらねえこと抜かすな。あー、いや悪い。とにかくあとは私たちで何とかしますので。瀬川さんは今は宿へ戻られた方が。そうですね。それでは。二人は人だかりの向こうへ消えていく。また少し勢いを強めた雨が傘を叩く音を聞きながら、私は静かに霧の中に沈む安食山を見上げていた。宿に帰る気にも、どこかへ行く気にもなれず、私は神社のあたりをあてもなくさまよっていた。現実味のないふわふわした感覚が続いている。昨日まで元気に笑い、一緒に会話していた彼女が迎えた突然の死。理不尽なその事実に動揺するだけではない、妙な胸騒ぎがする。ぐるりと神社を一周したところで、鳥居の下に佇むトキとアモンを見つける。二人はこちらに気づいたようで私に視線を向ける。こんにちは、瀬川さん。二人とも帰らなくても大丈夫。
さっき先生たちが心配してたよ。おう。今日は冷えるし、風邪ひかないように。少し一人にさせて。トキ。傘もささず、濡れるがまま立ち尽くした痛々しい後ろ姿。アモンは複雑な表情をしてそれを見つめている。私たちの返事を聞かぬまま、トキはゆっくり境内の奥へ消えていく。追いかける。伺うように目を向けると、彼は伸ばしかけた手を途中で止めたまま険しい表情を浮かべた。追いかけるべきかどうか悩んでいるんだろう。確かに今の時は一人にしておけない。しかし彼女の心情をおもんばかると、下手に干渉することも戸惑われる。多分今の彼女にはどんな言葉も届かない。そしてそれはきっとアモンが一番よく理解している。私は逡巡した。今自分がどうすべきなのか、何かできることがあるのか。どうしよう。時を追いかけたら、どうなるんだろう。アモンと話すかな、普通なら。普通ならアモンと話すかな、この状況。でも時を追いかけちゃおうか。やっぱり放ってはおけないよ。おい。私は時の去っていった方へ駆け出した。トキちゃん。何か。勢いで追いかけてきたはいいが、かける言葉がない。元気出して、出せるわけないだろう、バカが。何でも相談して、会って間もない人間に何を相談しろと。ダメだ、うまく会話が続かない。瀬川さん。トキがこちらを振り返った。何かな。翼はどうして死んだんだと思いますか。え？それはどういうこと。なんで翼が死ななきゃいけなかったんですか。彼女はまっすぐ私を見ている。その表情は、悲哀とも絶望ともつかない。どんな答えを求めているかもわからない。感情の読めぬものだった。私は。まさか殺されたとかって、言うのもなって感じあるよね。まさか殺されたとかなんて、そんな、こと言えないよな。まあ、事故はいつ起こるかわからないって言うかな。事故はいつ起こるかわからない。翼ちゃんでなければいけなかったわけじゃない。そうですか。そうですよね。翼は何も悪くない。悪いのは。トキちゃん。ごめんなさい、私もう帰りますね。トキはにっこり笑顔を見せると雨の中どこか愉快そうに消えていった。どういうこと？悪いのは誰なの？私なの？どれくらい突っ立っていたのだろうか。いつの間にか雨は止んでいた。帰ろ。ここにいても意味はない。そう思って石段を降りようとしたとき。境内の端に一人佇む少女。リリンの姿を見つけた。さっきまで誰もいなかったのに気のせいだろうか。リリンはこちらを見て微動だにしない。何か言いたげにも見える。誘われるようにそちらへ向かった。まさか、リリンちゃんが殺したとかないよね。こんなところでどうしたの？彼女は何も言わない。無言でじっと私のことを見据えている。私の顔に何かついているかな？リリンちゃん？あなた忘れてることはない？え？思い出して。それはとても大切なことだから。何？何？それだけ言い残すと彼女は逃げるように走り去ってしまった。思い出す。一体何の話をしているのだろうか。静まり返る境内に一人残される私。人気のないその空間がなぜか途端に恐ろしくなって私も急ぎ足で元来た道をたどった。何？何を思い出すの？翌日、どんよりと重たい曇り空の下一人街をぶらつく。昨日リリンに言われた言葉が頭の隅に引っかかる。私が何か忘れてるというのだろうか。一晩考えたが思考に霧がかかったようで何も見えては来なかった。すでに見慣れた道を記憶をたどりながら歩く。昨日のことがあったせいか大通りに活気がない。観光客の姿はなく、地元の老人たちが数人ひそひそと何事か言葉を交わしているだけだ。まさかこんな時に。今年の割物祭はどうなっちまうんだ。そんな祭りのこと心配することか、今。どうもこうももうおしまいよ。伊蔵さんが帰ってこない限り。
伊蔵さん帰ってきてないの？昨日市内の病院に行ってからなんだろう。行方が知れないの。病院や警察に連絡してもわからないの一点張りだしね。まさか伊蔵さんに限ってさらわれたりはしないと思うが、翼ちゃんが亡くなった直後だからな。え、何が起こってんのこの街に。伊蔵さんが行方知れず。一体どうしてこんな時に、いやこんな時だからなのか。虫の知らせというやつだろうか。この街で何かが起きている気がする。え、何が起きてんの。私は胸の中で渦巻く不安を消し去りたくて、トキの元を、黄昏庵を訪れた。あれ？店は閉まっている。のれんも、のぼりも出ておらず妙に静かだ。入り口のガラス越しに店内を覗くが、中で動くものはない。留守なのかな？仕方なく店に寄るのを諦める。胸の中の不安が一回り育った。とぼとぼ大通りを歩く。先ほどまで立ち話をしていた町民たちの姿はない。なんか静かだな。え、何が起こってんの？え、なんか、何が起こってんのこれ。ふと何の気なしに路地に目を向けた。この道の奥に、クロサギ館がある。立派な朱塗りの橋が見事な老舗旅館。しかし私の視界に映し出されたのは奇妙な光景だった。剥げた赤い塗装、塗料。剥き出しの腐食した木、それらを覆う、緑の苔。あ、もしかしてアモンが話した話はこの村で起こったことなのか。中ほどで途切れ、落ちたその橋に美しかったかつての面影はない。その向こうに佇むはずの旅館が崩れていた。ずれた瓦屋根の隙間から雑草が好き放題に伸び、建物の半分が倒壊している。錆びた看板のかすれた文字はかろうじて詐欺の文字が読めるだけ。え？冷たい汗が頬を伝う。これではまるで廃墟ではないか。ずっと前からそうだったかのように。なんだろう、何かがおかしい。これ以上知ってはいけないような気がする。うわ、何？ふと背後に気配を感じ、振り向くと小さな人影がじっとこちらを見つめていた。リリンちゃん。彼女は昨日と同じように何も言わずにこちらを見ている。ねえ、何かおかしくない？こっち。質問には答えず彼女が手招きをする。私はふらふらとした足取りでその後を追う。え、何が起ころうとしてんのこれ。怖いんだけど。案内されたのはアスカさんの経営するホテル。しかしホテルは跡形もなく消え去っていた。取り壊されたのだろう。砂利の転がる広大な敷地に古い基礎だけが残されている。なんで？こっち。少女は私を手招く。外れた格子戸、荒れ果てた厨房、経営されなくなってどれぐらい月日が経ったのだろう。ロマンド、ダンさんの店がなくなっている。さっき通った時は普通だったのに。少女は手招く。え、何が起こってんの？割れた瓶が数本転がる。あ、なんだっけこれ。女の人だよね。タバコの錆びついた放浪看板だけが妙な存在感を放っている。私はもう何も言えない。少女は手招く。大通りのところどころめくれた石畳。あちこちひび割れている。管理されなくなって久しいのだろう。少女は手招く。神社か。割物神社。境内にひときわない。昼だというのに社務所も、社殿も明かりが消えている。しんと静まり返る神社は不思議と虫の声一つせず、唐突に異空間へ放り出されたようだ。動くものが私たちしかないせいだろうか、景色のすべてが色あせて見える。すごく怖くなった。何が起こったの？ねえ、みんなはどこ？おかしい。なんで誰もいないの？すべてがおかしい。この街に何が起こってるの？一番おかしいのは、なんで君だけがいるの？そうだよね。少女が見ている。こちらを見ている。冷たい眼差しで射抜くように訴えかけるように。まだ気づかないの？え、何を？抑揚のない声。それは頭の中に直接響き渡り、
何重にも反響して遠ざかっていく。思い出しなさい。あなたがここにいる理由を。この街で起きたことを。何を？リリンちゃん。君は何者なの？私はリリン。わかってるよ。ウイラン町の、シュウやリリンだっけ？なんだっけ？これめっちゃ難しいやつだよね。ウイラン町のリリンね。え？この町の生き残り。え？私の頭に痛みが走る。あなたは何も覚えてないのね。あれだけのことをしておいて、私が全員殺したの。私？嫌だ。嫌だ、聞きたくない。ちょうど10年前のことよ。一人の観光客がここに来たわ。思い出したくない。穏やかで少し抜けてる普通の女性よ。でも彼女は壊れた。いいえ、ここに来る前から壊れていたわ。思い出してはいけない。正気を失った人間って本当に恐ろしいのね。それ以上は。たった一晩でたくさんの人間を殺して回った。そして最後は彼女自身も崖から身を投げて、私も死んでんの？じゃあ。そろそろ思い出した？思い出したわよね。忘れたなんて言わせないわ。星川光、あなたのことよ。そうだ。思い出した。10年前の祭りの晩、私はこの街で。え？私は警察の人間だった。当時発生した都内連続殺人事件。その捜査員として事件を追っていた時、それは起こった。私の先輩が捜査中に拳銃の誤射で一般市民を死亡させたのだ。世間は当然そんな不始末を許すはずもなく、犯人の特定が難航していたのもあって、警察は大々的にバッシングを受けた。問題を鎮火させるべく、上層部が取った行動は、警察の内部から一人スケープゴートを出すこと。つまり誤射した一人を世間にさらし、吊るし上げることで警察全体への批判を抑制しようと考えたのだ。先輩は当時、部署内でも重要なポストについていた。ああ、なるほどね。それに対して私はまだまだ若輩者。上層部が生贄に選んだのは私だった。やってもない誤射事件は私のせいになった。怒りの矛先は明確に得た世間は容赦なく私を攻撃した。そうして、署内でもプライベートでも居場所を失った私は、休職という名の事実上懲戒免職に追い込まれる。友人を失い恋人からも捨てられ、家族からも煙たがられた私には何も残っていなかった。外へ出れば後ろ指を刺される。ネットでは顔や住所が晒され、根も葉もない噂をでっち上げられる。死の。そう決めた私は死に場所を求め、できるだけ私を知る人がいない穏やかな場所を探して家を出た。たどり着いたのがこのウイラン町。高齢者の割合が多く、上がる話題も地域のあれこれだけ。ネットの情報には疎いこの地域では、私はただの観光客の一人になれた。ここで出会った人々は本当に温かく親切でとても幸せそうで。どうして？どうして私だけ幸せじゃないの？途端に彼らが妬ましくなった。嫉妬と羨望と怒りと憎悪とあらゆる負の感情が吹き出した。不幸にさらされても仕方ないのだと麻痺していた感覚がこの街で癒されて正常になったせいだろう。ずるい。ずるいずるいずるい。どうして？私がどうして？私だけが、うわ、怖いことになってるわ。私だけ奪われたのひどい。許せない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 。壊してやろう。なんでそうなったんだよ。死ぬ方法を決めあぐねていたおかげで道具はたくさん揃っている。刃物も拳銃も。あ、警察だから。これでできる限り壊してやろう。世間が私を壊したように、理不尽に残酷に容赦なく奪ってやろう。なんでなんで、全く関係ない人たちだろう。しかも暖かかったんだろう、ここの人たち。今日が9月の悪者祭りの日なんだ。ヒカルさんもおいでよ。あ、ここの思い出とかはちゃんとこのまま思い出になってんの？だとしたらなんでだよ。私はその日の夜、銃と刃物を持って神社へ向かった。縁も竹縄、遅れて行った会場は酔った町民で賑わっている。だから女の腕でも警察で鍛え上げた私には簡単だった。まずはシジマイゾウを撃った。まあ、一番強いもんな。
悲鳴を上げたフヤフアムと彼女をかばう丸腰アスカを刺した。警察に通報しようとしたダン・タリオを刺してからそれを見て逆上したオセイ・ヒョウスケを撃った。反撃してきたサギオカ・アモンの首を刺し、怖すぎる、泣きじゃくる倉森トキの胸を打ち、状況を理解できず絶望の意味を浮かべる志島翼の頭を吹き飛ばした。何これ怖すぎるだろ。何人の命を奪っただろう。銃弾を切らした私は逃げるようにアジキ山へ向かい、ゾッとするほど静かな闇の中、踊るように崖から身を投げた。え、これアモンが話した話じゃん、本当に。ああ、君は、あの晩神社にいなかった。やっと思い出した。みんな殺した感想どう？みんなを殺した感想はどう？楽しかった。面白かった。すっきりした？あれだけ好き勝手やったんだもの。満足して当然よね。私は、なんてこと。後悔してるの？今更？私は、出た。壊れちゃった。私が殺した。瀬川光？私あなたのこと許さない。いつまでも。あなただけがずっとそこで苦しんで。封鎖された町の入り口で私は一人立ち尽くしている。崩れかけのバリケードの上で錆びついた看板が悲しく、なんだろう、そびえ立ってるみたいな感じかな。なんだろう、これね、めっちゃ見たことない感じで現れた。あれから10年の月日が経ち、私は大学生になっていた。あの晩楽しみにしていたお祭りには行けなかった。翼たちと一緒に行こうって約束してたのに、前日に風邪をひいて月っきりで看病してくれた両親も無事だった。あ、そうなんだ。そして朝起きたら全てが終わっていた。友達も先生も好きな人もみんな死んでいた。それから町は廃れていった。代々続く志島家や丸越家という有力者を一度に失ったせいもある。大量殺人事件が起きた観光地は最悪の注目を集めた。日に日に誰かが引っ越していって、一年ともたず誰も住まない場所になった。私たち家族も町を捨てた。でも、みんなはまだここにいる。今年もダメだったな。私には不思議な力がある。何？この街にいるみんなの姿が見えるのだ。みんな自分が殺されたことに気づかず、ずっとあの日を繰り返している。平和だった楽しかった日々を、自分たちを殺した張本人と一緒に、10年間私はこの街に通い続けている。どうにかみんなを解放できないか、霊媒師、住職、神主、いろんなものに頼った。けどダメだった。何度呼びかけてもダメだった。私の声はみんなに届かない。多分みんながこの町から解放されることはないのだろう。もう諦めた。だったらせめて私も、少しでも長くみんなと過ごしたい。日が暮れそうね。そろそろ帰らなきゃ。止めておいた車に乗り込む。エンジンをかけ窓を開ける。アクセルを踏むとゆっくり町が遠ざかる。みんなまた来年必ず来るわ。待っててね。私の小さなささやきは誰の耳にも届くこともなく、秋の風にさらわれていった。エンド幻の街。え、めちゃくちゃ怖いな、このゲーム。あとエンド6個あんだ。怖くないエンディングもあったりすんのかな？主人公が犯人じゃないエンディングもあったりすんのかな？結構選択肢あったもんな。うわぁ、怖いな。そっか、まあ、でもなんとなくカーステレオから流れたニュースは、絶対人事じゃないんだろうと思ったけど、そっちだったのか。連続殺人犯ではないんだ、私は。うわぁ、ぐしゃぐしゃにされてるわ。あれが私ってことか。主人公ってことなのか。ヒカルちゃんなのか。うわぁ。というわけで今回はここまでにしようかな。次回、エンディング6個は取れないかもしれないですけど、
撮れるだけ撮ってこうかな。いや、怖い話でしたね。もう途中からずっと怖かったわ。アモンが言ってた話とリンクしてんのは、なんか関係してんのかな。まあ、多分やってけば、わかるのかな。まあでも、すごいゲームですね。というわけで今回はこのぐらいにしておきましょう。